炎の揺らめき薪のはぜる音焚火は人の心を裸にする鶴岡深夜の焚火トーク平日の昼間からおじさん二人が何やらボソボソセキララトーク焚火に当たって丸裸の鶴ちゃん富士さん 今日はどんな15分になるのでしょうか鶴岡深夜の焚き火トークこのコーナーは一緒に笑顔に日照アインズトルペがお送りします皆さんこんにちは鶴岡深夜です皆さんこんにちは HBC アナウンサー藤上博之です いや始まりますねクライマックスシリーズ、はい、そうですね明日からかなはい、うん、まあですけどファイターズがね勝ち進んでホークス戦まで行ったとしたらなんかメンバーとか勢いとか考えたら僕なんか突破すると思うんですよ明日は楽しみでございます、はい、でこの焚き火トークです先週、うん、そして今週と ロサンゼルスに行っていたツアーのね、はい、お話をしたいなと思っていまして先週は、まあ、ツアーの面白かったこととか、うん、大谷選手やダルビッシュ投手の話もしましたが、はい、今週はですね、まあ、それ以外のところで野球以外でもいろいろあったじゃないですかありましたね、もう、ね、最初から最後までも淵上さんはう,ん、もう本当天井石さんが一番多ん忙しかったの、うん、淵上さんのお世話ですよ。<laughs> 本当何笑ってるんですか本当にいやさんもう伊藤さんが伊藤さんって添乗員の方伊藤さんいなかったらね<井>もうね私はねここにいないかもしれない <laughs> それぐらいねいろいろね、うん、ご迷惑かけましたねあのまず一番最初にキャリーバッグの暗証番号がわからなくなりましてですね、はい、もうでっかいスーツケースでね我々ね3泊5日行ったじゃないですか、うん、そしたら上さんなんと 鍵をしてそのロックの番号が分かんなくなったと大騒ぎしだしてしかもね新千歳空港で手荷物で預ける前に気づいたんですよね <laughs> まだツアーも始まってないっていう状況であれ開かないってなってで家に電話してだけどそんなメモもないし、うん、どうやって開けたらいいんだ分かんないままはい、はい、荷物預かりますってそのまま預けて開けられないまま荷物を預けてずーっと息の機内ではそのキャリーバッグをどう開けるかっていうのをずーっと考えてたっていう <laughs> でもあれですもんね あれん開かなかかかななっったたらもうう壊すしかなかったんでそうだからカッターナイフで切ったりとか<っ>逆に開けずに持って帰るとかいろいろ考えてロスの空港に来て、はい、カバンを持ってそこからホテル行くまでのバスの中,スの中もうやることは3桁の数字なんで、はい、000から999まで。 ままあ地道にやるしかないとそれ知ってすローラー作戦ってうロローーーーララ作作戦戦をやって藤上さんがなんか知らないですけどやっぱツアーに来ていただいてるお客さんの方のために私たちバスの中でいろいろ喋って楽しんでいただきたいじゃないですかそしたら結構ね添乗員さんとかもね伊藤さんとか現地のコーディネーターの高木さんって方もいらっしゃったんですけどその人が喋ってる時に後ろのね バスの中間ぐらいの席から、うん、うわーってね声がしてきたんですよ。いはいはい、何事かと思ったら渕上さんのロックが解除されたと。うんそう そうだからカチ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 ずーっとしててもうバスの中でずーっとカチカチしてるから車酔いしてきて気持ち悪いってなりながら <laughs> 全然ロスの空港あの景色も全く見てない状況で常にカチカチしてたんですよね。はい、で私はあのー、100番台から始めたんですよ自分の暗証番号が1から始まる数字かなと思ってたんで,、はい、で100番から101102ってやっていったんですけども最終的に空いたのが006だったんですよね。 ゼロゼロゼロ行く時はね<え>6発目で開いたの6発目だったのに906回カチカチしてようやく開いたっていう <laughs> でも開いた瞬間はカチッってなった瞬間に「やったー!」ってなってつい声を上げたっていうのがそのシーンですね。 いやまあ、そういうこともあったんですけど、まあ、そういうくだらない話は、くだらないでてくだらない話はちょっとさておきで帰りは機内のお土産忘れてきましてね、そ国際線にね、国際線、成田、えー、と羽田空港にそ<う>忘れてて、今そのお土産はまだ手元にはないんですけど、うん、あることは分かったので。 現在鋭意交渉中でございますよす、ね、それも添乗員さんに全部いろいろとやってもらって最初と最後ね本当に迷惑かけてますね帰ってきたら風邪ひくっていうねあ<ー>まあなかなかね,ねネタですよでも本当に添乗員さんがいないと成立しないなと思って、はい、あのお客様でね、はい、初戦のあとちょっとドジャースタジアムで迷子になっちゃった方あ<ー>いた、ねね、なくて。 バスでびっくりしましたね、皆さんでね。ねで、私たち帰って、添乗員さん2人で探しに行くって言って、探しに行ったりとか、えそこからウーバー呼んで帰ってきたというね、そうですよねあの、全部千歳で帰ってきて、最後、お別れした後も、うん、あのも、このお客様のキャリーバッグが壊れたのでっ,つって険にね保険、OK、にね、行ったりとかに行ってで、最終的に全部ゲートも出た後で、淵上さんって、あの何々さん、リュクサク忘れてるんですけど、<laughs> あの見られましたって。<laughs> いやー大変です、やっぱりこう全部全部ケアする添乗員さんのもう伊藤さん、すごかった、<ー>西村さんもそうですね、個人旅行で行くのもいいですけど、やはりツアーで行ったらね、うもういろんなことを安心だわあれは安心ですし、<え>その1人でなんですか旅行に行くのをね、ね2人で家族だけに行くの、不安な人はやっぱツアー参加するべきですね。だって鶴ちゃんがね急にメキシコの放送局 かかららね、ね取材受けたた時も通訳ししてま私ねインスタグラムに上げさせてもらいましたけどついに僕世界デビューしたので、はい、もう世界の通用会になって帰ってきましたけどあれでもよく見るとユ,ユニビジョンだったかな、はいはい、アメリカで はいえー、スペイン語のテレビジョンっていうの、はい、なるほどだからスペイン語圏内の方が見てるアメリカの放送局で結構メキシコの番組を結構流してるんですって私がインタビューされたのは英語だったので、うん、スペイン語と英語ぐらいの違いは分かりますんで英語で返そうかなと思ったんですけど、うん、まあ拙い英語なので、うんうん、ややこしくなるかな、はいと藤さんにね通訳してもらって、うん、そう ことだけをましたけど、うん、だからもう添乗員さんと現地のガイドさんと、はい、もう本当にね助けられたけどやっぱりこういう方がいると本当に快適にね安心してツアーできるなっていうのはすごく思いましたねええ、ね、<で>話は変わりますけど、うん、円安すごいですねあのお昼にケバブを食べに行ったりして、ね、の屋台そ、ねはい、あそこだってメニューも価格帯が16ドルぐらいからしかないんですよね、うん、だから そっか、十六ドルだってもう二千円以上でしょはい。こ,この正直、そんな綺麗じゃない、まあ、言ってしまえば汚い感じの屋台で。<laughs> まあね。二千円。一人二千円以上っていう,ね,うね、ローカルな感じのね。<う>普通の人が、うん。 こうランチで食べに行くようなところでしたもんね。リトル東京行った時も枝豆11ドルだったんですよね。あ高かったですね。夜中に食べましたね。うどん一杯3000円ぐらいでしたかね。2500円とか。そう。だからなんか<円> 1>, 1ドル100円ぐらいだったらやっぱり今の日本人の感覚にこうまだマッチしてるっていうか出せるけど140円でね160円の頃よりは円高になってるとはいえ。 やっぱりまだまだその円安ですよ円安ですしやっぱ物価自体もね、うん、高いですねそうそうそう、うん、だから安いものがないからだ。もう本当にねなんかあここにずっとはいられないってと <laughs> アメリカで働いてお金もらってだったらできますけどね <laughs>、はい、それを思いましたねいやそうですよね、うん、まあその中でもそうだ。あの、うん、焚き火トークはい いいいろろあったじゃないですか、うん、沖縄土産だとか札幌土産だとかはい、はい、本当ね今回は100均ヘビーユーザーの焚き火トークの予算では考えられない2000円の予算でちょっとねこのリスナーの皆さんにお土産を買ってきてもいいという話でしたので我々ねもう常にこのショップとか街中でも何にしよう何にしようと考えた結果 買ってきましたね、ね。さんはい、手元にありますんで、なんでしょうね、これ、丸い物体なんですけど、ボールです。ボールで、す。お互いそれぞれ買おうって言ったら、本当、偶然に買いたいものが一致したんですよね、それがなんと、大谷翔平選手の50、五0本塁打、50盗塁を記念した、 ボールサインボール、で、うん、私は黒のねボールに赤いね、うん、糸で刺繍がされて、金色の文字が書かれてる、はいる、50/50、大谷17番のその記念ボール買ってきました。で、私は白と銀色の、であしらってるっていうボールなんですけど、これ、だから2戦目の時に入荷したってなって売られていて翌、翌日3戦目の時はもうほとんどないような状況だったので、おかなりこれ、 本当これは絶対喜んでもらえると思います。であとすごい僕らも気ぃ使ったんですか値段とかに。したらちょうどその時にねえっとレートが143円とか144円とかっですね。で143円の時にこれが14ドルなんで計算したら2002円だったんです。これぐららいいいだろうと思っってて帰きた ディレクターさんにこっぴよく怒られましたよ 2>,、うん、2円オーバーしてるはみ出てるっつってしかもレートも違いましたよねはい多分アズサディの為替だと、はい、2016円とかの計算でねそうなんですよいやーたき火トークやっぱり予算厳しいなというか、うん、ねきっちりしてんなと思いながらえじゃあはみ出たの自腹自腹になるんじゃないですか <laughs> 僕のねギャラから引かれていくんじゃないですかねじゃあ アメリカの小銭で払ってもよろしいでしょうかそうですセントとかねいやでもですけどこれ絶対喜んでもらいますんで後でねあのインスタアリーこれ私たちのサインここに書きますかいややめましょうよえこれは絶対このまま持っといた方いいですサインをやらないですえ落書きになりますか落書きになります価値が下がるんで私たちが5050達成したみたいに50歳50歳です50歳50歳なっちゃうからじゃあそのまま何も 書かずにサインボール、はい、お土産ということで、そうですね、はい、えー、ということで、ですね、まあ、サインボール。ですので、ちょっと。今回はあのー、こちらで、ね、何色になるかを選ばせていただきたいなと思います。はいえー、宛先焚き火アットマーク hbc。B co。jp、takibi 焚き火アットマーク hbc。K I b I、co。jp です。番組の感想なども送ってください。締め切りは、あさって10月13日いっぱいです。 当選者の発発表は発送を持っててさせていただきますお土産希望とお土産プレゼント希望とぜひ、はい、書いてくださいね、うん、はいねもう2週にわたって話させてもらいましたけど藤井さん私はもうまだ話したいことあるんですよ、ね、いやいっぱいありますよまだまだね、うん、あのめちゃめちゃこうね私の中ではクレイジージャーニー的な話したかったで、ね、<laughs> 時間が来てしまいましたのではい、いつか話したいなとそうですね ええ、思いますはい引き続き焚き火トークよろしくお願いします,しますありがとうございました炎の揺らめき薪のはぜる音焚き火は人の心を裸にしすぎる鶴ちゃんフチさん今度は気をつけてくださいね